はい、吉田隆の教え方チャンネルです、えー、私の YouTube 上のコンテンツも900を突破しましたあ今ご覧いただいている「吉田隆」チャンネルというのは、まあ、ホームページです、えー、これはですね、えー、YouTube 上の動画を検索するのに時間がかからないようにと ということで、教材名だけこうパッと見てわかるようにしてあるものです。これをクリックしていただければすぐにジャンプできるようになっています。えー、例えばですね、今回大幅に改定した道徳。はい、こうやって見ていただくと1年生ですと、橋の上の狼ハムスターの赤ちゃん、浮かんだ浮かんだというふうに、教材名がそのまま載っています。これをクリックしていただければ、YouTube の動画上に一発でこう飛ぶことができます。こんな感じですね。 こんにちは。福井教育支援サークルの吉田です。えー、今日は1年生のど、どはい、こんな感じで飛ぶことができます、えー。それからですね、内容項目もね、ぜひね、見たいということでしたので、えー、この教材名の隣に内容項目も載せました。これかなり時間がかかったんですけどもね、これで一層使いやすくなるのではないかと思っています。えー、なおですね、アンケートを取ってみたところ、三村のね、教科書を使っているという方が非常に多いということが分かってきましたので、えー、これからね、 三つ村の教材も順次ね、えー、をアップしていきたいということでね、道徳の教材研究でね、困っているっていう方のお役に立てたらというふうに思っています。えー、もう一つは国語なんですけども、はい、えー、国語もですね、東京書籍の教科書を使っているという方が多いということが分かってきました。このニャーゴなんていうのも東京書籍ですね。 え、それからサーカスのライオンもそうですね。えー、こういった教材解析、あのー、ま、分析もね、一緒に行っていきたいと思っています。えー、まだね、えー、このホームページ、ね、 お気に入りに登録されてない方是非、ね、ぜひね、お気に入りに登録していただけたらと思います。えー、まあ例えば、スマホ画面ですと、こんな感じで映るんですけども、2年生ですと吹、ね、吹きのとう、吹きのとうは2つありますので、吹きのとう通知になるんですけども、こういうのもね、 ぜひ見比べて教材研究していただきたいんですけども、タンポポの知恵、タンポポの知恵も2つありますね、睡眠、ミリーの素敵な帽子ということで、ほぼ、ね、年間指導計画に沿って、教材がこうパッと見れるようになっていますので、そのページに飛んでいただいて、今、最近のものは全部ね、1画面の中に発問や指示が収まるようにというふうに作っておりますので、プリントスクリーン等で撮っていただいて、教材研究に役立てていただけたらと。 いう,ふうに思ってますますああのね私のサイトは主に教材分析というのがメインですので、えー、ね時間のない時にね、いや、もうちょっとご授業を深めたいなというような時にね、気軽に使っていただけるようなね動画作り、これからも心がけていきたいと思いますので、このホームページもねぜひね、えー、利用していただきたいと。そして利用するのにね便利な形に編集をしていきたいと思っております。 ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。